調子はどうだ。つかの間の平穏か。あんたはどう思う？仲間の死は無駄にはしない。あなたはどう思う？ごめん、手当てまでしてもらっちゃって。ありがとうクリスタ、助かったよ。ううん、気にしないで。二人とも、これからはちゃんと。女神様、眩しい。あれ、あなたはどうしたの？うん、さっきの訓練で怪我しちゃったみたいで。しかしクリスタは俺たちのことをいつもよく見てるよな。私あんまり戦闘は得意じゃないけど、こういうところならみんなの役に立てるかなって。偉くなんかないよ。友達を助けるのなんて当然のことだから。でも今の私には大したことなんてできないし。なら駐屯兵団の診療所に行ってみるのはどう？人手が。駐屯兵団の診療所か。そういえば行ったことなかったな。その話長官に詳しく聞いてみるよ。うん、いろいろ覚えてこられると思うし期待しててね。なあ、お前も行ってきたらどうだ。クリスタを見習ってさ。本当？じゃあ一緒に頑張ろうね。あ、いけない、私はそろそろ戻らなきゃ。アルミンとジャンは。おいおい、今ず悪い、まだ加減ができなくてよ。大丈夫か？訓練じゃ習ってねえからな。っていうか、もともとは兄の技なんだ。あいつ、時々見たこともねえような。もしかして、お前もこの技に興味あんのか？なら、ちょっと。何のよ。ああ、お前の格闘術もう少し教えてほしいんだけど。できるようになりたきゃ自分で見て学んだらどう？いい。もう行っていいかい？おい、大丈夫か？
兄のやつ、何考えてやがんだ。あいつは兵士として協調性が足りなすぎる。ああ、確かに兄って正直何考えてんのか分かんねえところがあるよな。エレンもあなたも兄には注意した方がいい。気持ちで負けたらダメね。見事だ。やるわよ。やれやれ。やあ。おい。大丈夫か、アルミ。うん、さっきの訓練は。無理しないで、アルミ。今、水を汲んでこよう。なあ、そんなんで大丈夫かよ、アルミ。お前には、やっぱ技巧の方が向いてると思うんだが。おいおい、アルミ。お前に脱落されたら私が困る。トロイおとり役がいなくなると面倒だからな。ちょっとユミル、そんな言い方しないで。いや、いいんだクリスタ、本当のことだから。でも必ず何とかする。お荷物なんてごめんだからね。おい、アルミ。ちょっとでも体力をつけようと思って寝る前に走り込みをするようにしてみたんだけど、なかなか成果が出なくて。そんなことないよ。ちょっとでもみんなとの差を埋めなきゃって思って。ねえ、君に一つ頼みがあるんだけど、よかったら。本当？嬉しいよ。ありがとう。君と一緒なら頑張れる気がするよ。見事だ。負けない。お母さんに会いたい。やあ。よう、何見てんだ。やっぱりそうだったか。俺は気になってるわけじゃねえぞ。ただあいつ、いつも自分のことよりエレンエレンだろ。そういうのなんか危ういっつうかさ。おっと、訓練が始まる時間だな。行こうぜ。対人格闘術が何の役に立つってんだ。おい、真面目にやれよ。じゃん。あ、ごめんなさい。私のせいであなたを傷つけてしまった。
そうだったかもしれない。あの時エレンとジャンが言い争っていたから気になってしまって、お詫びに何か私にできることがあったら言ってほしい。本当に。どうも。あなたの意見は？私はエレンを守る。こんにちは。おいおい。いや。君はどう思う？自分の意思か。村のみんなには俺みたいなチビに兵士天才ね。よく言うぜコニー、立体機動術はかなりのもん。それにコニーはたまに作戦を誤認していることがある。そういう。うるせえ。そこら辺はこれから何とかするんだよ。お前からも何か言ってやれ。コニーにあんまり調子に乗られても困るだろ。お前は分かってくれたか。やっぱ俺天才だよな。うんうん。よし見てろよ。いつか必ずお前ら全員に俺が天才だと分からせてやるからな。はいはい、好きにしろよコニー。能力を高めるのは悪くないけれど、あなたはどう思う？俺を分かってくれるのはお前だけだぜ。応援よろしくな。ジャンもミカサも後で吠え面かくなよ。見てやがれ。今の動きやりますね。私あなたの立体軌道が気に入りました。ありがとうございます。あなたの動きも獲物を確実に追い詰めるような狩人っぽさを感じます。そうだ、いいことを思いつきました。私と一緒に狩りをしませんか？あなたならすぐにでも獲物を捕らえられますよ。ええ、やってみましょうよ。私がみっちり教えますから。決まりですね。ああ、楽しみです。これからはちょくちょく誘いますから。力を。
前はどう思う？おう、お前か。前にサシャが言ってたこと聞いて回ったりしてねえよな。まあそもそも事実じゃないんだけどな。とそれより立体機動術の調子はどうだ？それならガスを一瞬だけ強めに吹かすのがコツだ。それで感性を利用した方が消費は少なく済むぜ。じゃん、さっき手紙を受け取ってたよな。あれ、誰からだったんだ？あ、お母さんでしょ。そうなんですね。うるせえ！お前らには関係ねえだろうが。お前母ちゃんからはジャンボーって呼ばれてるんだろ。よ、ジャンボー。早く返事を書いてあげましょうよ。ねえ、ジャンボ。うるさいっつってんだろ。書き扱いすんな。何しに来たんだよ。母ちゃんの手紙のことならわざわざ返事なんて書かねえからな。そうか、お前の親はウォール・マリア陥落の時に。お前から見りゃとにかく返事を出す必要なんかねえや。俺と母ちゃんの場合はそういうもんなんだ。訓練は楽勝だったな。お前に俺のザ。ねえねえ、坊主頭で背が低いけどすごく強い兵士がいるって噂を聞いたんだ。もしかしてお兄ちゃんのこと？ああ、俺のことだ。とっても強いんだぜ。すごい。じゃあ人類最強って言われてるリヴァイ兵長ぐらい強いんだね。ああ、そうだぜ、もちろんだ。俺はリヴァイ兵長の後継者って言われてんだ。人類最強の後継者？かっこよすぎるよ。お兄ちゃんに会えたこと友達に自慢するね。しまった、つい調子に乗って嘘ついちまった。さすがにこれってまずいよな。なるほど、それもそうか。いやいや、あの子が他の兵士に聞いたらバレちまうだろうが。こうなったら仕方ねえ。あの子にバレる前に期待通りの実力をつけるんだ。お前も手伝ってくれよ。ありがとうよ。こんなこと言いふらされちゃ困るもんな。お前は口が固そうだし、うってつけ。お前が一緒に頑張ってくれるならやる気も出るぜ。よろしくな。
お腹が減りました。獲物の追い詰め方はもうバッチリですね。対象を絞って一匹一匹確実に狩るんですよ。あとはどうやってうまく気配を感じ取るかですね。こればかりは感覚的なものなので説明できるかどうか。そうしたいところなんですが、今は近くに獲物がいないんですよ。私の村は先祖代々狩りをして暮らしていますから。私自身気配の感じ方は子供の頃自然と覚えてしまったんです。本当にそうで、狩りこそご先祖様に教えてもらった私たちの生き方なんや。あっ、さあ暗くなる前に帰りましょうか。いや狩りに夢中で時が経つのを忘れちゃいましたね。勘弁してくださいよ、本当。急がないと本当に暗くなってしまいますから。超絶美女の巨人はおらんか。ほう。私は傍観者に過ぎない。
やるね。さあ行くよ。トロストク復興作業の一助とすべく、我々調査兵団は壁外付近に残存する巨人の掃討を担当することになった。速やかに任務を完了し、我々は次の壁外調査の準備に取り掛からねばならない。皆頼んだぞ。ねえエルヴィン、この新兵の子を参加させてもいいかな。小規模な任務とはいえ、巨人との戦闘は不可避だぞ。ハンジ、それでも参加させたいのか。今回の任務は経験を積ませるのにちょうどいいと思うんだ。私がしっかり見てるからさ。私から強制はしないが、君はどうしたい。そうか、では君にも参加してもらおう。今回の経験が君の成長の糧となるなら。ハンジ、そいつはお前が連れてきたんだ。お前がきっちり面倒を見るんだろうな。それはもちろんだよ。君も遠慮しないで、困った時はいつでも私を呼んでよね。そんなこと言って、巨人が現れたら新兵のことなんてほったらかしになるんじゃないですか。オルオ、何か言ったかい。いえ、何も。新兵については全員でサポートしてくれ。以上だ。今日は参加ありがとう。初めてで緊張するだろうけど、私たちがサポートするからね。倒す。遅い。次だ。行く。それにあの子たちの可愛さを前にすれば、緊張なんて一発でほぐれるに違いないよ。倒すだ。さあ、まずは壁のそばにいる子たちを片付けてしまおうか。始末する。こっちだ。あそこで戦ってるのはモブリットだな。おーい、拠点の設営は終わりそうかい。分隊長、手伝ってください。新しい拠点の効果を検証するはずが、巨人が邪魔で。トロマツさん、片付け。こっちに強い巨人がいるのかな。よし、討伐完了だ。すいません、これで検証を進められます。勤務ありがとう。はい。ちなみに今作った拠点は戦闘支援用に攻撃程度に特化したものだ。活用してくれ。そういえば君、馬の扱いは得意？知ってると思うけど、壁外調査は基本的に馬に乗って行うんだ。立体軌道と違ってガス切れの心配もないし、長い距離を巨人より早く移動できるからね。拠点はここだ。行く。よしよし、無事に片付いたね。こっちだ。あそこではナナバが戦っているね。次だ。やあナナバ、拠点の効果検証は進んでる？巨人が邪魔で拠点を作れない。ハンジ、少し手を貸してもらえるかな。よっ。分隊長、巨人の群れが壁へと迫っています。やった、新しい子に会える。前線の方がいろんな巨人に会えて楽しいよ。行こう。
これで巨人の討伐は終わったね。助かったよ。これで検証に移れそうだ。君もありがとう。討伐した。倒す。さっき作ったのは補給支援用の拠点なんだ。きっと役に立つから、ぜひ利用してくれ。行く。巨人の群れが来たぞ。迎撃準備に移れ。よっ。討伐した。万事、なぜここに。お前の担当は壁付近だろう。もう片付いちゃったんだよ。貴重な機会だし、もっと巨人と触れ合わなくちゃ。同行しよう。救援要請を確認。私が向かいます。片付け。行く。これより目標に向かう。片付け。遅い。すごいじゃないか。次だ。お前は新兵のお守りだから安全な壁付近に配置したんだ。前線に来てどうする。せっかくの壁外任務なんだ。新兵にこそぜひ巨人たちと触れ合ってもらうべきだよ。危険にはさらすな。始末する。こっちだ。俺には団長の考えがわかる。他の奴らじゃわからないだろうが。オルオ、その喋り方、本当にやめてくれない。片付ける。ほう、神兵にしてはやるようだ。行く。アンジさん、頼みます。任せた。分かったよ。急いで立ててくれ。片付け。ナナモさん、お願いします。了解だ。頼む。任せておけ。アンジさん、頼みます。了解。これだけ倒せば仲間の助けになるだろう。よっ、行きます。討伐した。あそこで巨人と戦っているのはゲルガだ。彼にも拠点を頼んでいたはずなんだけど。行く。拠点を作りてえのに巨人が邪魔だな。ああ、ハンジさん、手貸してくださいよ。スタート。片付け。ハンジさん、ゲルガだ。分かったよ。よし、付近の巨人は片付いたね。すいません、これなら検証も進みます。お前もありがとな。助かったぜ。さっき作った拠点は資材確保に特化してるんだ。役立ててくれよ。行く。アンジさん、ゲルガーさん。了解。任せとけ。討伐完了。まだまだいけるぞ。倒す。こっちだ。倒した。
拠点を作ってくれ。やるもんだな。次だ。倒す。倒した。自爆する。攻勢はしのぎ切ったようだ。アンジさん、お願いします。わかったよ。ゲルガーさん、頼みます。さらに縁談を確認しました。どうやら我々への増援要請のようです。そうか、ならば俺が行こう。よし、じゃあ私たちもミケについていこうか。アンジ、ついてくるのは構わんが、新兵を死なせるような真似はするなよ。もちろんさ、私が責任を持ってこの子をサポートするから。行く。遅い。やーりばい、加勢しに来たよ。ジマスソメガネ、なんでお前がここにいる。リヴァイと戦ってる巨人、面白い子なんだろう。おいミケ、なんであいつを連れてきた。しかも新兵まで巻き込みやがって。了解。アンジが勝手にやったことだ。おい新兵、その巨人バカに付き合って突っ込んでいくんじゃねえぞ。あらかた片付いたようだな。撤退するぞ。ニオだ、新手の巨人が来ているぞ。当たってる。面倒だな、さっさと片付ける。ならばお願いします。分かった。うわ、ここで君みたいな巨人に会えるとは。ねえリヴァイ、連れて帰っちゃダメ。ダメに決まってるだろう。アンジさん、お願いします。わかったよ。お願いします。ああ。
完了したらとっとと帰還するぞ。今日はいろんな子たちに会えて楽しかったね。ぜひまた参加してよ。お互い無事で何よりだったな。先輩たちはやっぱりすげえな。リヴァイ兵長だけじゃなくて他の先輩方も。なんだ、俺の噂話か。確かに俺は優秀だからな。まあお前らが俺の域に達するためにはあと100回くらい場数を踏む必要があるだろうな。うん、それがいいと思うよ。カッコつけてすぐ舌を噛むような人を目指してもね。ペトラ、この俺の底知れぬ実力を見抜けねえとは、お前も存外見る目がねえな。みんなご苦労だった。これでトロストクでの我々の任務は全て完了した。なおトロストクの外門が封鎖されたため、次の壁外調査は東のカナネスクが出発地となる。それからエレン、君には特別作戦班に加わってもらう。特別作戦班ですか。通称リヴァイ班。リヴァイが選抜した精鋭からなる班だよ。今後お前は常に俺の班の監視下で動いてもらう。ペトラ・ラル、オルオ・ボザド、エルド・ジン、グンタ・シュルツ、もしお前が巨人になって暴れ出したとしても、こいつらならお前を殺せるだろうからな。大丈夫だよエレン、君が自分の力を掌握さえできれば問題ないんだからさ。そのために私も精一杯協力するつもりだしね。